は9ですか。2018年2月9日ですかね。まあ今日は近所の松屋にで1時間半ぐらい、昨日やりインラインスケートと資料作りでめっちゃ疲れたんで寝てましたけど、1日寝てしまい、今日行く予定だったんですけどダメでしたね。それで明日、まあお金が9000ぐらい使え、9000ぐらい貯まって、片道4500円ぐらいです。片道4000ぐらいですかね。片道4000ぐらい使おうか思ってて、まあ今日はお金がないからドリンク、まあちょっと距離は4日休んだから5日で500キロ行ってたから、まあ500キロ行ってたから1日で500キロ、片道250キロ、電車だとちょっと行けないか、バスだと行けるんですけどちょっとね高い、いや休日は高いですからちょっと残念ですかね。やっぱ電車で山梨長野方面に4000円ぐらいかけて行きましょうかね。まあ距離的にはあんまりですけど、距離はないですけど新しいところに行けるっていう、初めてのとこに中央線ずっと行って、行ったことないですからね、山梨、甲府、長野、松本、長野は中央線の先に行ったことない、そこ行こうかなと、あるいは常磐線で岩木行ったことある、あるいは水上まで高崎線の群馬の奥間、まあ、あそこは行ったことありますけど、目の前にスキー場がある、トンネル抜けたら目の前にスキー場があって、そこまで行ったことありますけど、水上のなんとか北陸温泉かなんかトンネルがあるとか、まあ、ありますからね。長野方面行ってみましょうかね、明日電車で、まあ、わかりませんけど、まあ、持続可能っていうのが大事で、まあ、でも距離っていう、まあ、景色を見るといいかっていうと、まあ、鳥とか渡里哲也さん、渡り鳥ので何千キロも鳥は景色を見てるのにあんまり頭が良くないという、はやぶさ、新幹線のはやぶさ、まあ、いくら景色を見ても頭良くならないっていう説もあるんです。でも鳥はそんなに多くの景色を見ないって、あんまり飛ばないっていうのはあります。距離は渡りの時しか飛ばない、人間は1日で何百キロも行きますけど、渡り鳥は季節に1回しか行かないという、まあ、いくら見ても頭良くならないっていう説もあるんですけどね、渡り鳥の渡り哲也さんに失礼ですけど、わかりません。まあディオフォー、あとアラン・プロスト、 F1 で思い出しましたけど、もうアラン・プロストさんまだご健在ですよね。あんな真っ赤なフェラーリに乗り回してまだ死んでないという、アイルトン・セナさんはホンダのマクラーレホンダで事故で亡くなりましたけど、ということで失礼いたします。